あの甘さはそんなにしつこくないんですけども、うん、羊羹特有のもっちりした粘りみたいなのがあって、これがちょっと癖になりますよ。ミニバリエのミニは小さいという意味ですよね、はい、でバリエはバリエーションのバリエですね、はい、いろんな種類があると、はい、ということで、うん、今回はこの見て楽しい可愛い、はい、美味しい羊羹ミニバリエプレゼントいたします。はい、うわ、はい、ミニバリエ6本入り、私にプレゼントじゃないですか、ね、違いますね、はい、今お聞きの皆さんに、プレゼントということで、ミニバリエ6本入り抽選でお二人の方にプレゼントです、はい、今言いました6種類のフルーツの果実羊羹となっていますのでね、いつもの宛先にミニバリエ希望と書いてお送りください、うん、締め切りは12月8日水曜日必着です。はい、たくさんの方のご応募お待ちしています。美味しい。羊羹ね、子供の頃羊羹本当食べたかった、あんまり買えなくてね、羊羹ちょっと高かったから、たまにしか食べなかった。そうですね、お客さん来た時とか、そうそう、お客さん来た時出すの、うん、そうですね。